こんにちは、エレコアチャンネルのさきです。今回はこの動画1本で太ももも下っ腹も痩せる骨盤矯正ストレッチをやっていきます。ぽっこりお腹や下半身太りが気になっている方って多いと思うんですけど、その原因は骨盤にあることがほとんどです。骨盤の位置を整えることで気になるお腹やお尻、足がすっきり引き締まっていくので、ぜひこの動画を見ながら私と一緒に動いてみてください。それでは始めます。それでは仰向けでやっていきます。仰向けの状態で両膝を曲げていきましょう、はい、ではこのままゆっくり膝を外側に向かって開いていきます。息を吐きながら開いて、吸いながら戻します。股関節をゆっくり緩めていきましょう。で、骨盤と股関節も、セットのようなものなので、どちらもすごく大事です、今回骨盤のストレッチなんですけど、股関節も一緒にしっかりほぐしていきます、はい、力を抜いて膝をゆっくり開いていきます、一個だけポイントは、膝を開くときに骨盤の位置を変えないように、骨盤を動かさないようにキープしたまま行っていきましょう。あと少しです。リラックスして行っていきます。まずは股関節を緩めていきましょう。はい、 OK です。そしたらそのまま両膝を立てた状態にしていきましょう、はい、お尻の幅に足を持ってきます。片足床から持ち上げて、このまま足を回していきます。股関節を回していきます。回すときに、これもポイントで、骨盤が動かないようにこのエクササイズも気をつけていきましょう。さあ、できるだけ大きくゆっくり回していきます、はい、できるだけ反対の足と骨盤は動かないように気をつけながら、股関節大きく動かしていきましょう、うん、深呼吸を続けていきます。関節もまで、体の中でもすごく動きが大きい部分なんですけど、硬くなって、いろんな方向に本当は動くはずなんですけど、動かなくなっている方も多いので、はい、全部の方向にしっかり回していきます。はい、アーキューです。じゃあ反対に変えましょう。足を戻して反対の足を上げていきます。さあ、ゆっくり回していきましょう。で、骨盤をできるだけ動かないようにキープするっていうのと、あと深呼吸をしながらやっていきます。で、腰がね、結構こう仰向けのエクササイズ反ってしまう方も多いので、この床と背中の間に隙間がこうたくさんできている方は、少しお腹を床に向かって近づけるような感じで背中と床を近づけていきます。無理にギュッとくっつける必要はないです、はい、ちょっとこの隙間自分で確かめてみてください。で、手がこう2枚分ぐらい入ってしまうという方は、少し背中を床に向かって近づけるように意識していきましょう。さあ、ゆっくり大きく動かしていきます。あとちょっとです。はい、OK です。そしたら足を戻して、今度は膝を伸ばしてやっていきます。はい、では足を上に上げていきましょう。では斜め下に置いていきます。このままゆっくり足を横に動かして元に戻していきましょう。すごく地味な動きでなんですけど、骨盤がやはり動かないように固定することで骨盤の位置を整えることができます。息を吸いながら開きます。吐きながら真ん中に戻していきましょう。吸いながら開いて、吐きながら戻す。で、膝、足を横に開くときに反対の足、軸足の方が一緒にこう回ってきてしまうっていうことが起きやすいので、こう動かせ足と反対の足のお尻が床に重くついているのをイメージしながらやってみてください。なんか重いものがこの左の骨盤に乗っかっていると思って、お尻をしっかりつけていきます。お
骨盤キープして、あと少し繰り返します。はい、 OK です。では反対いきましょう。ではゆっくり膝、足を持ち上げていきます。ではゆっくり動かしていきましょう。さあ戻すとき足の内ももを意識して戻していきます。さあ動かない反対のお尻が床から離れないように、お尻をしっかり床につけたまま行っていきます。足は高く上げる必要はないです。骨盤が動かずにできる範囲で足の高さを調節してください。さあ骨盤が動かないようにキープしたまま、なので本当に小さい動きになると思うんですけど、それでも筋肉、インナーマッスルがしっかり使われていきます。あとちょっとやっていきましょう。OK でした。では膝を曲げた状態でいきます。はい、それでは今度は両足を床から持ち上げていきましょう。このまま足を開いたり閉じたりするんですけど、かかととかかとを向かい合わせにしていきます。開いて閉じるでいきましょう。開いて閉じる。で余裕があれば足を上に持ってきたときに、どちらかの足を上にクロスしていきます。ゆっくり繰り返します。これも腰が反りすぎてしまわないように、の隙間をチェックしてみてください。たくさん隙間が空いてしまう人は背中を床にしっかりつけるように意識していきます。おへそをですね、奥にぐーっとこう引き込むようなイメージをすると、反り腰になりにくいです。息を吸いながら開いて、吐きながらふー、鼻から吸って口から吐いていきます。あと少し行きましょう。で難しい方は膝を軽く曲げても大丈夫です。はい、 OK です。一度お休みします。はい、では今度膝を直角に曲げて足を持ち上げていきましょう。で一度頭を起こしていきます。はい、では首の後ろを長く引っ張るような感じで、お腹を少し覗くように頭を起こします。そしたら両足を伸ばして、片方の足をタッチします。さあ反対の足に変えていきましょう。さあ空中で交差して上下に変えていきます。で頭を起こしているのが首が痛くなってしまったり辛い方は、床に戻した状態でも大丈夫です。さあゆっくり近づき続けていきましょう。そう、足が床に近づくときに腰が反りやすくなるので、背中が隙間できないように気をつけていきます。顎と胸の間、拳1個分キープしていきます。短く息を吐いていきましょう。吸って吐いて、はい、 OK です。一度膝を待ってお休みしましょう。最後はストレッチです。今片足を膝の足の上に乗せて、反対の足のももの後ろを持って自分の体の方に近づけていきます。お尻の筋肉を、深いところにある筋肉をほぐしていきましょう。さあここがね、縮んでしまうと、もちろん姿勢にも影響が出るし、足の歪みにもつながってしまいます。さあ下半身太りを解消したい方や、綺麗な足を作りたい方は、このお尻の筋肉しっかりほぐしていきましょう。深呼吸です。できるだけ膝を横に向けた状態キープしていきます。OK です。では反対に変えましょう。反対の足も、足を乗せたら膝を横に向けていきます。ももの裏を持って自分の体に向かってぐーっと引き寄せます。
お尻がぐーっとこう上がってしまうとあまり伸びづらくなるので、お尻は床につけた状態でできるところで大丈夫です。でもしかして手が、ね、届かない方もいらっしゃるので、手が届かない場合はここにタオルを引っ掛けて、タオルをで補助した状態で行ってみてください。また深呼吸してやっていきましょう。お尻のね、この乗せた足のお尻の奥の方がじわじわ伸ばされているのを感じながらストレッチしてみてください。鼻から息を吸って口から吐いていきます。あとちょっとです。皆さんお疲れ様でした。ただ闇雲にトレーニングするだけではなくて、骨盤や肩甲骨など骨の位置からしっかり変えていくことで、一時的ではなく長期的に綺麗なスタイルを作ることができます。このチャンネルではピラティスやバレエを取り入れて体全体のバランスを整えることで、しなやかで美しい体を作る独自のメソッドのエレコアを配信しています。これなら私でも無理なく続けられそうと思った方はぜひチャンネル登録をお待ちしています。公式 LINE では今期間限定でダイエット診断を無料で行っているので、そちらも興味がある方は概要欄から公式 LINE をお友達追加して受けてみてください。私の経営するパーソナルトレーニングスタジオプリマに興味がある方は概要欄のプリマのホームページをご覧ください。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。